10月20日、水曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県選挙管理委員会は20日、31日投開票の衆議院選挙の投票率アップに向け、サッカー J2、ファジアーの岡山の選手を起用した啓発動画を作成し、県の公式 YouTube チャンネル、晴れの国岡山チャンネルと、県選管公式 Twitter で公開を始めました。 動画には、いずれもゴールキーパーの椎名和馬選手と金山淳希選手が登場し、蹴ったサッカーボールが、用紙に代わって投票箱に入る様子を収めました。路線バスを運行する岡山市の宇野自動車は、現代市の母と称される赤岩市出身の詩人、長瀬清子さんの詩や文章を掲載した、二十四節気のポスターを作り、車内に掲示しています。 ポスターの掲示は、乗客に、四季の移ろいや、地元の詩人の魅力に触れてもらおうと考案しました。背景に、季節感のある写真を使い、客席に彩りを添えています。岡山市北区の城神社で20日、岡山県重要無形民族文化財の神事、今日のおごくが行われました。竹部町地区と久米南町の宇治こら、 およそ40人が参加しました。新寺を代々受け継いできた久米南町京のお地区の宇じ子が団子や餅を神前に備え、五国豊穣や子孫繁栄を祈願しました。続いて天気予報です。10月21日、岡山県南部は曇り、昼前まで時々晴れでしょう。 最低気温は10度、最高気温は19度でしょう。岡山県北部は、曇り、昼前まで、時々、晴れ、ところにより、明け方まで、雨でしょう。最低気温は9度、最高気温は18度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後0%。岡山県北部、午前0%、午後10%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。